ボーイング737から800エアベルリンは、かつてドイツを拠点として活動していた航空会社である。ベルリン、デュッセルドルフ、ミュンヘン、ニュルンベルク、ケルンなどを中心にヨーロッパ各都市に就航するほか、北米、カリブ海諸国、アフリカにも就航し、近年では格安航空会社に分類されていた。航空券の座席予約システムは、 アマデウス IT グループが運営するアマデウスを利用していた。第二次世界大戦後の冷戦下におけるドイツにおいては、ルフトハンザドイツ航空などの西ドイツの航空会社は、西ベルリンには乗り入れることができなかった。1978年から使用されたエアベルリン、USA のロゴボーイング707から300、塗装変更を行ったボーイング737から300。 パンアメリカン航空のパイロットだったキム・ラングレンがここに目をつけて1978年にアメリカのオレンゴン州においてエアーベルリンインクとして創業。ボーイング707などでアメリカの航空会社として西ベルリンと西ドイツ各地や西ヨーロッパ地中海地域のリゾート地などとの路線を運行していた。1986年から2008年まで使用されていた。 ロゴヤバス A320 から200搭載、ドイツ統一後の1991年、ドイツにエアーベルリン GMBH&CO ラフトバーキアーズ KG を設立し、ドイツに資本を移す。1993年には、ボーイング社から26機の新規機器材を調達することに成功した。1997年、IATA 加盟。 2004年、オーストリアの格安航空会社日航空の株式24%を取得。ローフェアスアライアンスとして提携関係にある。エルティインターナショナルのエアバス A330 から200エアベルリンのロゴがされた、旧エルティ所属のエアバス A330 から2002006年には、ミュンヘンの格安航空会社 DBA を完全子会社化し、 別ブランドで就航を続けていたが、翌年これを解消している。また、2007年には、デュッセルドルフ空港を拠点とするエルティ・インターナショナルを買収。こうした拡大路線により、ヨーロッパで6番目の規模を持つ航空会社グループを形成した。また、ペガサス航空と提携して、トルコでチャーター便の運航をしていたことがあった。 ワンワールド塗装のボーイング737から8002012年3月20日から航空連合のワンワールドに加盟。記念式典は2012年6月3日のベルリン・ブランデンブルク国際空港開港と同時に行う予定で、式典に合わせてワンワールド特別塗装機もお披露目される予定だったが、当初の開港予定より遅れたため同時に行うことはできなかった。なお、 ブランデンブルク国際空港の開港はその後も延期され2020年にようやく開業した。ワンワールドのほか、エティハド航空と提携しており日本への乗り入れは2012年12月よりエティハド航空とのコードシェア便で実施していた。そのため公式パンフレットや機内モニターなどでは日本への就航地として東京と名古屋が記載されている。2014年10月には ジェットエアウェイズやセイシェル航空などと共に、エティハド航空パートナーズを発足させた。ベルリンテーゲル空港に到着したエアベルリン6210便が、放水アーチで迎えられる場面2008年以降、エアベルリンは、苦しい経営が続き、エティハド航空が、マイレージサービス、トップボーナスを運営する子会社の株式を取得したり、パイロットを受け入れるなどしたほか、 機材の入時期の見直しやボーイング787の発注キャンセル等を行ってきた。2017年2月からは機材と乗員の一部をライバルルフトハンザグループのオーストリア航空とユーロウィングスにウェットリースしている。さらに参加の2機航空株の一部をエティハド航空に売却の上で2機航空をベースにドイツの旅行会社トゥイグループと レジャー航空会社を設立する計画もあったが、これについては頓挫した。経営の立て直しを続けてきたにもかかわらず、2016年度は7億8190万ユーロの赤字を計上。2017年8月15日、エティハド航空からの支援が打ち切られたことで、破産手続き申請を行った。ドイツ政府とルフトハンザグループの支援により、 運行は継続されていたが、同年9月12日には、エアベルリン側のパイロット約200人が病欠し、約100便の運行を停止せざるを得ないなど、会社の経営と評価にダメージを与える出来事もあった。会社の再建に向けた動きは行き詰まり、同年10月27日を最後に、全便の運行を停止、ワンワールドからも大会することとなった。 同日の2017年10月27日に運行されたエアベルリン6210便をもじったバー4エバーという特別なコールサインが用いられた。通常の法則に則っ,った場合、当該便のコールサインはバー6210と会社名、便名を用いることになるミュンヘン発ベルリンテーゲル行きがエアベルリンの最終便となった。その後、エアベルリンの従業員の大部分について ルフトハンザドイツ航空が受け入れることを表明し、事実上ルフトハンザに吸収される形となった。保有機材のうちの81機は、ルフトハンザグループ、25機は、イギリスの EG ジェットが引き継ぐ見通しで議論が続いている。エジプトモロッコチュニジアバルバドスキューバキュラー統、ドミニカ共和国メキシコアメリカ、合衆国イスラエルトルコアラブ。 主張国連邦、オーストリア、ブルガリア、クロアチア、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ガンジー、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ジャーチー、マルタ、モンテネグロ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、セルビア、スペイン、スウェーデン、スイスや、ベルリンは、格安航空会社に分類されていたが、運賃は、格安航空会社の中では、やや高めに設定されていて、機内サービスの提供なども言っていたため、 大手航空会社と格安航空会社の中間に位置づけることもできる。代表的なところとして以下のようなサービスが挙げられる。また、多くの格安航空会社が利用する中小空港ではなく大空港に就航する路線もあった。エアベルリンエアバス A320、エアベルリンエアバス A330 から300、エアベルリンの運航機材。ありがとうございます。